皆さんこんにちは、メラです。今回の動画なんですけど、このヤモリたちのお引越しの動画を撮っていこうかなと思います。なぜお引越しするのかというと、このプラケース、蓋が非常に狭いんですよ。見てみるとこんな感じ。蓋がなんとこれなんですよね。これだと餌皿や水入れが非常に出し入れしづらいので、それでお引っ越しをさせていこうと思います。それではやっていこうと思います。使うプラケースがこちらですね。で、今回のプラケースは大きめにしました。それはヤモリたちが狭い空間にいると喧嘩とかストレスになっちゃうので、それを避けるためにデカめにしました。これはホームセンターで買いました。お値段の方は1500円ぐらいだったと思います。それでは飼育環境を作っていこうと思います。それではやっていこうと思います。まず蓋を開けます。で、床材はキッチンペーパーにします。なぜならメンテナンスが楽だから。で、水入れと餌皿を置いていこうと思います。で、シェルターなんですけど、メラは卵パックを使います。これで一通りの飼育環境は完成です。それではヤモリたちを入れていこうと思います。ヤモリこんな子ですね。じゃあこの子たちを入れていきます。お引っ越しの方が終わりました。なぜ卵パックをシェルター代わりに使っているかというと、ヤモリたちが卵をシェルターに植え付けた時に、そのまま卵パックを取って別の容器に移すためです。ヤモリの卵って非常に弱くて、手で持つとすぐパキッて割れちゃうんですよ。なのでこういう感じにしました。ざっと25匹ぐらいはいますね。この子たちが住んでいるところがベトナムとか沖縄とかそこら辺に住んでます。で、この子たちはヘビの餌として重宝されています。
例えばコーンスネークが餌を食べなくなった時とかにヤモリを与えると食べてくれたりとか、あとはヤモリ専門で食べるヘビとかもいますので、そのヘビたちの餌にもなりますね。メラもヤモリ食のヘビを飼っているので、それでたくさん購入しました。この子たち可愛いんですよね。でこの子たちすぐ死にやすいので、あんまり刺激を与えないようにしています。それでは最後に餌をあげて終わっていこうと思います。餌の準備ができました。この子たちはリュビアというゴキブリになります。ペットの餌として重宝されている生き物です。で、ただ与えるのではなく、この子たちにカルシウム剤をまぶしてあります。それでは与えていきます。デュビアの数なんですけど、数えるのがめんどくさいぐらいの数を入れてあります。でこの子たちこうツルツルした壁とか登れないので、こういったところに入れてあげて、餌の場所があることによって、あれですね、ヤモリたちが餌を食べやすくするための感じですね。食べてくれるかな。食べてくれましたね。後ろからもなんか食べたそうな子が現れましたね。この2匹たちは餌をガン見してますね。うまいか、これにも食わせてくれとか言ってるんですかね。ではこれで動画の方を終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram やってますので、皆さんぜひ見てみてください。それじゃあ皆さん、バイバイ。